それがね、やっぱりヒットを生むと思いますよ。確かにランナーを背負う。まだ鹿児島実業はどうか。でも、多少テクニックを使うという。レフトに上がりました。レフトが下がります。キャプテン、佐々木、ね、はい。しかし、気を抜いたボールを追うと、これはやっぱりですから。はい。出ているんですが、本当に132キロといったのもあります。本当に素晴らしいピッチャーですね。それは間違いないですね。低めに行きます。空振りで、そのボールがギリギリ低めに入る。伸びてくる。サード取れない。弾いています。でギア上がってきて、すごいピッチングするかも分かりませんね。このまっすぐです。まだ投げない。ああ、抜けた。ストレート148キロ。でいけばいいですか。やはりね、こう三遊間、さあうまい。さあ内川、非常に。さあ9番、今はレフトです。エースナンバーの吉村、出塁をして上位に回したい。なんていうんでしょうかね、ベストコンディションになってきますので、そのストレート、これはなかなか打てませんからね。まあ、伸びてきている、このボール、これはいいボールです。141。いいボールだ。2アウト2塁。これもストレート打ち取った。自分のところにゴロが来た。